こんにちは。Amazon サポーター、堀秀夫です。今日はクレジットカードの、セランセントラルに登録するクレジットカードの、否認されたというケースがあるんでね、それについてです。これ、登録してたクレジットカードがね、今まで問題なかったのに、問題あるから変更しろという表示が出てたという相談をね、ここのとこ立て続けに受けてます。おそらく、ね、フィッシング詐欺かなんかで、被害が出たカード会社がね、海外からの、少額承認、Amazon が、少額承認の打診をしますのでね、少額承認を、断ってるんじゃないかなと思うんですけど、何しろ、原因はわかんないんでね、対策としては、もう次の別のカードに切り替えるという形になります。ちなみにこんな風な文章ですね。で、翻訳はこのように、ハンバーカントを一時的に非アクティブな状態にしましたと。ドキッとするようなセリフですけど、クレジットカードをね、きちんと有効なクレジットカードに変更すれば、治りますんで、ご心配なく、ご相談ください。で、あんまりね、海外のサイトなんで JCB カード登録してる人とかいないんですけど、逆にビザだのマスターだのがね、軒並みなんか、否認されるケースがあるんで、逆張り JCB もいいのかなという気もするんでね、JCB カードを、登録してみるのも一つの手です。これ来たときね。で、JCB 持ってないよという会員さんはね、これマイレージプラスの JCB カード、リンクがありましたんで貼っときます。おさらいですけど、クレジットカードが無効であるというメッセージが表示される理由、ね。例えば、住所は変わった、引っ越したのにね、昔の住所で、作ったカードなんでね、住所を間違えてたと。Amazon に登録した郵便番号と、クレジットカードに登録している郵便番号が違うと、住所相違ということで弾かれることがあります。それから、結構ありがちなのがね、カードの有効期限が、カードを追加した時点から6ヶ月未満と、ね、まだ有効期限3ヶ月先だから平気かなと思うと、これ6ヶ月猶予がないと、否認されちゃうと。あるいは、取引先の銀行が Amazon でのクレジットカードの使用を承認しないと決定した場合と、ね、その少額のね、打診ってなんだよと。楽天銀行なんてこれに近いですね。通ることもあるんですけどね、かなり高い確率で否認される。おそらく Amazon からの少額、打診をね、断ってるんじゃないかなと思われる節があります。そういうケースもあります。何しろどんなカードが使えるか、ね、どういうカードを作って用意しておけばいいのか、この表示が出たらね、どう登録するか、その辺のことは、全部サポートさせていただきますので、心配せずに、また分かんないメールが届いたら、ね、あるいはセラーセントラルに何か表示されてたら、お気軽にご相談、ご報告ください。Amazon サポーター、堀秀夫でした。